細かく触ってさあ左サイド攻略、上原真希人が対応しています。もう一度決めてと左オーバー、中からボール待つ、来た、折り返す、いやスルー、皆川のシュートだ、ナイスブロック、流れたボールマセで反応、ワンタッチで鎌田につけます。うん、いいテンポ、素晴らしい、クイック、どうぞ、少し降りてきました、皆川ゴール前張っています。ワンタッチでさあマセ、鎌田、このコントロールのうまさが鎌田の魅力、浮かせて、そのボール、ボレーシュートは左オーバーです。相手に当たってないですよね、なんか、本当に緩いボールをふわっと入れましたね、まあ、このあたりが鎌田博夢のアイディアということになります。面白いな、高卒3年目、埼玉昌平高校、福島ユナイテッド FC、 そしてベガルタ仙台というキャリアになります。アディショナルタイムは間もなく2分台ということになります。